ん、チちょっすどうも、ムルポンです。ムルポン、怒ってます。めちゃめちゃ怒ってます。何に対して怒ってるかって言ったら、もうタイトルあるように、最近の Amazon、クソすぎ。びっくりするぐらい、クソじゃないえ、いつの間にこんなにクソ化したのっていうぐらいえ、なんかもう最近の Amazon、終わってるわ。ものとして。何が終わってるかっていうとね、 まあ最近その、まあ、コロナとかでさ自粛で暇な時間が結構あったじゃないですかでまあ僕も例に漏れずかなり暇な時間があったんですよでそんな時にさまあ人っていうのはね、えー、当てもなく歩きたがるもんでさねみんな人生に迷ってるからとりあえずふらふら歩いとくかっていう感じで、まあ、ちょっとウォーキングを始めようかなと思ったんですよでその時にウォーキングするってなったらやっぱこう指標が欲しいじゃないですかどんぐらい歩いたとか。 どんぐらい俺カロリー消費したみたいな、そういうのを、えー、記録したくて、スマートウォッチなるものが今流行ってると、えー、お聞きしましてで、僕もね、スマートウォッチを買ったんですよ。で、やめ、まあよせばよかったんですけど、まあ、おこんなに安いスマートウォッチがアマゾンにいっぱい溢れてるんだと思ったんですよ。本当にこのスマートウォッチで今これ検索したんですよ。スマートウォッチで検索したら、 なんかこうなすごいね、スタイリッシュなスマートウォッチがいっぱい出てくるんですよ。こんなん見たらさ、こんな、え普通になんかこんなん、なんか良さそうな電子機器の時計が3000円とかで売ってるんですよ。まあこれ2000円、これ2000円で買いました。このスマートウォッチ。このスマートウォッチね。2000円で買ったんですけど、クソすぎ、物が。マジで、物がクソすぎてびっくりしたわ。もうね、このこ,こ、トントントンと押したら、1回、 一回押したら普通はさピッて反応してくれるはずなんですけどもう何回押してもさなんかもうなかなか反応してくれないんですよで反応する時もあるあれば反応しない時もあったりなんかん今今狂ってるでしょもう本当にね反応したり反応しなかったりでもうちょっとバカになってるんですよこれでさらに言うならばなんだろう歩いてる歩数もかなりでだらめなんですよ あれ俺間違いなく今歩数数えて100歩ぐらいだったのになんかこっちの時計では220何歩とかなってるんですよなんなんこれってしかも一周7 5 0ルの,あの池の周りを歩いたら、えー、なんか知らんけど1 0 0 0ル超えてるんですよ。 え俺7 5 0ルの池を歩いたんだけどな池の周りを歩いたんだけどななんでこれは1 0 0 0ルになってるんだっていうぐらいもうなんかマジででたらめなんだぞこのスマートウォッチとかになるものねこれ本当にね腹腹正しくてさこれもうメーカーに文句言ってやろうと思ったらなんかもう訳のわかんないメーカーでさあのメールも送ってみたらさあのなんか中国 の人が一生懸命翻訳したようなな感じのなんかねたどたどしい文章が送られてきてねあなんかこれやっぱ中国製品なんだなってなんかまあ中華製って言うんですけどほんと中華製品もう安かろう悪かろうの中華製品だったんですねでこれスマートウォッチだけじゃないんですよもうあのガジェット系全部こんな感じになってるこれまだまだマシだわスマートウォッチってなんかまあそんな感じのさあのなんだ 総称じゃん、これ。ね、スマートウォッチ。で、まあ、一応ね、あのスマホとも連動できたけ、まあ、損したのは2000円やし、まあ、もうギリギリ、まあ、いいかっていうぐらいだったんですけど、で、次、もう本当に怒,もう怒ったのは、僕がちょっとお、もう、うーってなったのはね、まあ、テレビのさ、まあ、テレビを買おうと思ったんですよ。で、それも、僕のテレビじゃなくて、 その定額給付金っていうのかなあの10万円、まあ、僕の友達の阿部君が10万円くれるっちゅうけじゃあそのお金でパチンコ打ってもし増えたら、えー、お父さんにねテレビを買ってあげようと僕は思ってたんですよまあちょっとねもろもろの事情でその、えー、テレビを買う事情はねちょっとまあ無理になっちゃったんですけどだけど僕のお父さんは結構ね YouTube を見てるんですよ でそ YouTube で、YouTube を見るときに、スマートフォンのちっちゃい画面で見てるから、そのテレビを、テレビにこう投影できるようにしてあげようと思って、まあ、新しいテレビを買ってあげようと思ったんですよね、今のもうお父さんが使ってるテレビって、すごい10年ぐらい前のテレビでもう古くてさ、そんな w i f i ともつながらないようなもんなんで。 で新しいテレビを買ってあげようと思ったらやっぱテレビ高いんですよ。で、まあ僕のね、えー、まあ安倍ちゃんからもらう十万円もさ全部パチンコに消えちゃったんで、じゃあちょっと代替案を出そうと思っていろいろ調べてたら、なんとクロームキャストという素晴らしい製品があるんです。このクロームキャストっていうのは何かっていうと五千円ぐらいで、えー、テレビの HDMI 端子にこのクロームキャストっていうのをカチッてはめることによって、えー、テレビがねネットと 接続でできるっていう、まあ、優れもんなんなすよスマートフォンとも連動できるっていう優れもんなんですよ。で、それを買おうと思って、アマゾンで検索しました。カタカタカタ、クロームキャストってまさに Google の製品なんですけども、なんかね、そのね、クロームキャストっていうのがさ、これなんだ、どれだ。そう、えー、これだ。これだ。 僕、クロームキャストって検索してるんですよ。クロームキャストっていう、Google の製品で検索したのに、なんか出てきてるのは、全部なんかわけのわかんない中華製なんですよ。なんかデザインもすごい似せてて、あれこれ、Google のクロームキャストかなみたいな。なんか、なんか違うくねみたいな。クロームキャストでちょっとね、画像検索すると、そう。 これが、これが本当のクロームキャストなんですよ。これ、なんかこの G って書いてる。このグロ Google のクロームキャストっていうのを、この G って書いてるやつなんですけど、なんか Amazon に置いてあるやつって、なんか全部、なんだろう、Google Chrome かなんかのマークみたいな感じになっとって、これ全部パチモンなんですよ。全部パチモン。この、ここだ、こっから、これ。 えーっとね、2020最新、えー、1080p アップグレード版 HDMI ミラーキャスト 2.4G レシーバークロームキャストとか言ってめっちゃ Google の製品の名前とかが書いててしかもそれが Amazon のスポンサープロダクトとして登録されてるんですよだけ要するに Amazon にお金を払って、えー、Amazon のトップページに載せてくださいみたいなそういう。 えー、あれをやってるんですよだからアマゾンがその審査してよしこの製品はトップページに載せてもいいぞみたいな感じの状態に今なってるんですよこのスポンサープロダクトって大体あの検索したらこれトップページに出てきますこいつでしかもそれが1個や2個じゃないんですよこんなんやってもうめっちゃなんかいろいろ出てきてその全部その元々普通のグル Google Chromecast っていうのは大体5000円ぐらいするんですよ 5000円、一番安くても5000円ぐらいするんですけど、そのなんか全部パチモンね、絶対5000円以下なんですよ。もう2800円とか、安い時は2000円以下である、1800円とかであるんですよ。で、こんなの、あ、本当はこれ,これとかね、1980円で、YouTube、Netflix、Chrome、Hulu とか、Android、iOS とか、なんかわけのわからんさあのこうタグをいっぱいつけてね、もうパチモンなんですよ、でも。 もう本当にね、こんなもんがいっぱい、グーグルじゃない。アマゾンにはもう売ってて、もう本当にわからんようになったら、マジこれ買ってたよ、俺。クロームキャストの5000円でね、その今の昔の10年前のテレビに、えー、くっつけて、<laughs> YouTube 見れるっていうから、じゃあもうそのテレビなんか新しいの買わんで、それでいいやと僕は思ってたんですけど、こういパッと見たらさ、アマゾン。 わけのわかんねえ製品が、パチモン、中華製品のパチモンがさ、もうなんぼでも出てくるんよ、これ。これ、クロームキャストだけじゃないよ。さらに言うならば、えっ、ー、とね、どれだああ、これとかね。このイヤホン、Bluetooth の、Bluetooth イヤホン。あの、最近、Bluetooth のイヤホンってさ、こう、もう、 紐がなくなった状態紐がないやつっていうのがすごい流行ってるじゃないですか。 で僕もそれちょっとなんか欲しいなと思っていろいろ検索してたんですけどこっちももう Amazon で検索したらもう全部なんかわけのわかんねえ中華製品ばっかりなんですよしかもそれもさえー、っとねなんか Bluetooth イヤホン2020最新なんとか版とか言って IPX 完全防水充電なんとかかんとかもう全部なんかその単語あらぬ限りの単語をばって並べてもう一番前に表示してるんですよねスポンサープロダクトとして。 こんなんさ、こんなんばっかりよ。ガジェット系 Amazon の。僕が愛した Amazon は死んだ。で、結局、なんだろう、クロームキャストも、買おうと思ったクロームキャストは売り切れなんですよ。本物の、本物売り切れなんですよ。しかもなんか、ね、6月4日から発送ですみたいな感じになったんです、それだったらもうヨドバシカメラで買うわって。ヨドバシカメラの、 なんだろうネットショッピングネットショップのサイトめっちゃええやんってそれに比べたらもうゴミみたいな製品全くないしねもう欲しいものがパッと出てくるんですよもうアマゾンもうなんかさ検索したらもうマジで箸にも棒にもかかんねえようなわけのわかんねえ製品が死ぬほど引っかかってきてさでそれ大体全部中華製品なんですよ。 もう本当にね、いつの間にこんなにクソ化したんだって言って、僕はもうプリ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 今日怒ってて、もうこれ怒るだけじゃ無理だ、もうこれ動画にしようと思って、もう今日ね、ペラペラずっと喋ってたんですけど、ここまでね、アマゾンがクソ化するとは思わなかったですね、もうガジェット系は全滅じゃないですか、中華製品、本当に悪かろう安かろうの中華製品ばっかりでね。でまあ、中には まあ中華製品でも本当にいいものはあるんですよ。その、なんぼか安くてね、そこそこ使えたらいいやっていう人にとってはすごいいいんですよ。ある程度使えるんですよ。本当に、普通にね。まあこれも、まあすぐ壊れましたけど、しばらくはちょっと使えましたし、まあなんとか時計には、時計にはなるなっていう感じなんで、ちょっともう使ってないですけど。ある程度は使えるんですけど、でもそれでもね、 やばね、もうこんな欲しいものはこれじゃないんだよなって欲しいものはこれじゃねえって猪木も言ってましたけどスロットのねでも最近のアマゾンのねガジェットガジェット系マジもう死んでますもうこんなにねクソ化してるとは思わなかったです皆さんもねぜひね気をつけてくださいあのアマゾンでもう電子小物を買うとき もうガチで注意した方がいい。ただ、中には本当にいいものもあります。あの中国製品でもね。僕はよくあのスマートフォンでパチンコ屋さんでね、動画とかを撮ったりして編集してアップしてるんですけど、やっぱバッテリーがすぐなくなっちゃうんですよ、スマートフォンの。ほんで、まあ、ちょっと容量のでかいバッテリー買おうと思って。しかも、 4000mAh みたいなやつとにかく大容量のスマートフォン用の充電器を買ったんですよそれしかもめちゃめちゃ安くてこれあの国産品だったら、まあ、間違いなく6000円とか5000円とかするんじゃないかなっていうのベスト電気とかで買ったら本当にそんぐらいするようなものが中華製品本当にわけのわかんないところで買ったんですけど、えー、2000円ぐらいで買えたんですよでそれ今今でも現役で使ってますしすごい4回ぐらいチャージしても えー、全部なくなんないみたいな、それぐらい、も物自体はいいんでね、中にはいいものもあるんですけど、でもまあ 99.、99.999%、ゴミしかないっていうのを僕は言いたい、皆さんにね、あの警鐘を鳴らしますよ、僕は何度でも、気をつけてください、うん、あの安い、あなんだ、これ、安いと思って買う、アマゾンで買う電子小物、大体ゴミこれ、本当に注意してください。 今日はね、注意喚起で終わっておきます。まあ,あ、本当にね、電子コンを買うときはね、まあ、ヨドバシとかね、まあ、あっち側の、なんだろう、正規品を、えー、ちょっと高いお金、金あまあ、お金出して、えー、買った方がね、まあ、いいなと思いました。僕は初めてこれ、今回ね、この失敗して、あの、気づきました。<laughs> それまでは、あ,あまあ、中華製品でいいやと思ってたんですけどね、やっぱね、安いものにはね、何かありますよ。ということで、 皆さんもぜひ気をつけてください。またね、えー、自分もこういう失敗したぞっていうのが、えー、ありましたら、ぜひ、えー、コメント欄に書いてくれると嬉しいです。お疲れ様でした。